ちは。豊さん、速報です、はい、またやりました。なんかさ、はい、同じビデオ見てるんじゃないかっていう再現性いや感じがするよね。どの球種を打ってもそんな変わらないんだよ。でここのとこセンターに打ち込んでるんだよな、はい、多いですよね。いやだからもう調子は崩れないと思うよそんなに。そう、まず何かと言いますと、大谷選手が、つい先ほどです22号、これでそれ言ってなかったっけ。そうなんです、まだ言ってなかったんですけれども、そうです、2000連発となる22号で先制ツーランと、はいはいはい、フルスエンジェルスから打ちました、はい、いやもうね、あの本当に再現性があるというかさ、はい、同じように手が伸びて同じようなところで打ってるから、はい、同じホームランを見せられてる感じがするんだよね。でも俺も20号、21、22って見たけど、はい、本当になんか同じような感じでセンターに飛んでってるよね、うん、そうですね、バックスクリーン、うん、まあ、やや右だったんですけれども、まあまあね、はい、5回2アウト1塁、第3打席ということで、うん、これカウント1-1からの 直球147キロ、はい、あのムーアから打ちました、うん、まあどの球種を投げても、はい、やっぱ甘くて、うん、しっかり腕がこう伸びるところだったら、はい、大体持っていけるな。もうもうすごいですね、ここ11試合で、うん、7ホームラン、まあそうだねまあトップに立ったよね。トップ立ちましたね、現段階で、はい、いやだからすごいよな、あのね、やっぱり、まあ、すごいよなって、まあ結局何がすごいかって、うん、やっぱ縦振り効果だよね。やっぱりそうなんですね、うん、縦振りか、まあ、縦振り効果なんだろうな、こうやってこれがうまくいってんだろうな。あとあの最近こうルーティーンというか、はい、あのホームベースから自分 の足の距離までをきちんと測るということで、はい、バットでホームベースをやるシーンがありますけれども、うんうん、はいはい、あれはあの、ね、今シーズン途中から初めて、つい最近やり始めたんですけど、あー、まあ、ルーティーンというか、はい、まあ、でもいいバッターってルーティーン大切にするよね、うんうん、で、まあ、立つ位置も、はい、もう本当にきっちり立つというかさ、はい、まあ、そういうところに目覚めたのか、それはそれともそういうふうにやった方が、やっぱ再現性が生まれるのか、はい、やっぱ1センチ近く立つ、1センチ離れるだけでも、うん、まあ、全然違うわけだからさ、はい、だから、まあ、そういう再現性を持って、ルーティンにも取り入れたという、そうですよね、まあ、多分そうだと思うけど。特にだから調子が悪いからそうしたっていうよりかは確実性というか、まあ調子を維持するためにそうしたっていうことじゃないの。あれは豊さんも現役時代っていうのはやっぱりその距離をなるべく同じ位置とか測ったら、もうほとんど一緒だったろうな、多分体感で分かってる。いやそうだね、うん、それと多分秒数測られても、はい、アウトになりました、うん、ネクストから歩き出した、うん、打席に入って構えるまでの時間っていうのもほぼ一緒だったと思うよ。それは何にもない限りね、はい、まあ、ピッチャーはちょっとタイムとか、うん、まあ、そういうキャッチャーがちょっと前に出てるとか、うん、あ、そういうんだったら別かもわからないけど、まあ、普通の状態であれば大体一緒だったと思うよ。もう体に染みついてるんですね。まあ、そうだね。でやる仕草まで必ずバットで土を落とす、ついてなくても落としてる動作が入ってたから、だから多分一緒だったと思う。別に験担ぎでもなく、それがルーティン。いやもうそれが癖みたいな感じだよね。あ、うん、だから大谷もなんかそういうルーティーンっていうのができてきてるんじゃない、うん、あるんでしょうね、自分の中での、うん、だからまあ二刀流やってる時ってさ、ピッチャーをやりながらとかバッターの時とか、はい、そういうことで全然違ったと思うんだけども、でも今年バッターで一本でいってるじゃない、はい、だからまあそういうことがでバッターとしてのルーティンができてきてるのかなっていうのを感じはするけどね。そうですね、うん、あとやっぱりこの11試合で7本打てるこの凄さっていうか、なんで打てるんですか。いやだから大谷の企画としたら球場が狭すぎるんだと思う。だから言っていいんじゃん、去年から大谷の場合はもっと広くていいって。そうか、いやいや本当に、いわゆるそのだから普通に外野フライの感覚が普通の人が、うんうん、ああ打ち損じゃっていうのが大谷の場合は入っちゃうんだよ多分。だってそのもちろんね、体格とかもね恵まれてますけど、まあ、でも外国人メジャーリーグの選手って体格に恵まれてる選手もまあかなりいるじゃないですか。でもさ、うん、日本に来てるねバッター、うん、外国人が目いっぱい振ってどうのこうのしててもそんな特別場外とか行かないでしょ、うん、行かない、なんでだろうな。でも日本人がなんかパワーがないようなやつでも、うん、打ったらそこまで飛ぶじゃない、はい、
だからね、日本人の体の使い方ってやっぱうまいんだと思う。だその体格なりの動き方、持っていき方っていう何か連動性ができてるってことなんですかね。まあまあそうだろうね。だからまあ例えばサンタナとかさ、あれだけ目いっぱい振ってやっとライトに入るとか言うけども、うん、あれを山田につけたとしたら、あのパワーをもっといや半端なく中段までのホームランがずっと続くと思う。だそのぐらい詰まってもいってるんだろうけども、はい、だ大谷の場合は芯で捉える確率も高いし、うんうん、ね、芯じゃなくても入るパワーがあるし、はい、だから球場が狭いんだよ多分ですよ、ね、あと大谷選手でも打った瞬間、あ、行ったなという特大多いじゃないですか。ギリギリでっていうのはあんま見ないんですけど、うん、いやだから球場が狭いって言ってそうなのか。だからやっぱり自分の規格があるじゃない、うん、例えば日本人で言えば400ヤードって長い、ミドルかもわからないよ、うん、でも PGA のあのパワーヒッターだったら400ヤードってなんかもう手に届くようなところにまあ別にミドルっていうかショートでもいいよっていうぐらいの感覚じゃない多分。まあそれはちょっと大げさかもわからないけど、残り50ヤードぐらいのところに来るわけでしょ。でも日本人が頑張ったところでまあ例えば100ヤードだとか100キロぐらいのところしか来ないわけじゃない。だそのぐらいのパワーの差があるっていう。それって自分の持ってる力からバットを通して、まあクラブでもいいんですけど通して、そのボールに与えるその力っていう、その伝わり方、伝え方っていうのもものすごい上手。やっぱり技術なんだよね、上手なの。だからパワーも上がってきたことは確かだよ、はい、例えば石川遼とか松山英樹が200ちょっとのショート、昔の人がアメリカ渡ってウッドを持ってたんだよ、うん、そのショートで。でも彼らがアイアンを持つようになって言われたことが、これでメジャーを勝てる選手が出てくるかもわからないっていうぐらい近づいてきたんだよ、はい、だ大谷は一気に超えたんだよそれをね。それをああそういうことか、うん、いやだからまあ例えば、うん、みんながウッドで打つところを PGA の選手が、はい、大谷はアイアンで打てるような感じになってんだよ。だからって本当規格外とか違うんですね。規格外なんです。2歩も3歩も先行っちゃってるっていうことなんですよね。ああゴルフもウェイトが入ってきたって いやそれは もちろんそうだよ、うん、だってタイガー・ウッズなんかもはるか前からやってんだよ。確かにそうだ、それはやってたと思うよ、うん、ただ今もうとにかく日本人も飛ぶようになってきてるし、うん、まあそのボールの進化とか、ね、アイアンのクラブの進化とかもあるだろうけども、うん、バットの進化なんかあんまないわけだからさ。そんなにないんですね、うん、でもだからそしたら自分で何をしなきゃいけないかって言ったら打ち方を変えたりだとか、その最大限パワーをボールに伝えるにはどういう打ち方をすればいいかっていうのを、うん、やっぱ大谷は掴んだという。例えば日本人選手のホームランバッターでも、もう行った瞬間に分かるような当たりもあれば、ああギリギリ擦って、ああギリギリ入ったかなというまちまちあるじゃないですか。でも大谷選手はほぼ確実にこう確信歩きのような ものがまあまあそうだな、平均的にできてる、この差って何なんですかね。いやだからパワーの差だって。そうなのか。ちょっとね、芯に当たらなくても入ってまあ入るよな、ちゃうっていう、それが何の違い。いや、 やっぱり力だよ、それもパワーだよ。パワーとやっぱスピード、体に持ってる瞬発力というか、それどうやって取れるの。足が速いじゃない、足が速いやつって瞬発力が使えるでしょ、うん、だからバネがあるとか、うん、だから持ち合わせてんだよ。だから足が遅いやつでどうのこうのって、うん、ね、そしたらやっぱねパワーでしか打てないというか、はい、大谷はパワープラススピードもあって瞬発力もあって、うん、全て持ってるんですね。持ってる。それはあのウエイトである程度はできるもんね。いやだからウエイトでやっぱそのパワーは、うん、あの上がってきたし、うん、でパワーをつけることによって瞬発力も同時についてきたし、うん、でスピードも。今のじゃあ小学生とか中学生高校生が大谷選手みたいになりたいと思ったらどういうことすればいいんですか。いやだからパワーに頼ってる、まあ、高校生とかもいるかもわからないけども、やっぱウエイトやるんだったら早いウエイトもやっとかなきゃいけないね。早い、だから力をこうスピードを持って伝えるという、体に覚えさすというか、うんうん、まあ、そういうことも大事だろうなっていう。だから大体ウエイトって言ったら最大筋を鍛えるとかさ、はい、大きな筋肉を鍛えるって言うけども、うん、やっぱスピードを持った筋肉を鍛えないとやっぱ大谷みたいにはならないね。だからパワープラスキレ瞬発力っていうのを持ち合わせてるから、ああいう、だから足でもめちゃくちゃ速いじゃない。めちゃくちゃ速いですよね。あんだけせやってあれだけがっしりしてたらもうちょっと遅いはずなんですけどね。いやでも最近変わってきたな、うん、日本ハムの水谷もそうだし、はい、早いよ。早いですよね。だから190あるんだよあれも。
あ、身長水谷の、うん、いやだから最近のやっぱ能力っていうのは変わってきたよね。違いますね。だってね、昔は例えばね、結構ホームランバッターっていうとどっしりしたふくよかな方が多かったですもんね、うん、まあふくよかっていうか、うん、鈍かったっていうかさそうですよね、ホームランバッターというと、まあ、なんかパワーだけというかさ、そんな足の速い人っていうのはなかなかね、うん、いなかったけども、まあそれでも最近はやっぱ変わってきたよね。ですね、走れるし打てる走れるっていう選手ですよね、うんうん。今あのスタッフが調べてくれたんですけども、大谷選手の座右の銘というのが花巻東 の佐々木監督、佐々木麟太郎選手のお父様ですけれども、先入観は可能を不可能にする、これが座右の銘だそうです。だから二刀流ピッチャーとバッター一緒にやるっていう、その先入観でそんなのできないよって思ってしまうことがやる前に、それがもう不可能、固定観念だな、うんうん、今までできてきた常識を、はい、固定観念とするんだったら、うん、それを破らないと可能にはならないというね。いやだから固定観念が強すぎるって、うん、前の、まあ、どっかの動画でも言ったけども、はい、やっぱね固定観念を崩していかないと、やっぱ新たなものって生まれてこないよ。新たなものが生まれてきてるっていうのは、例えば AI であったりだとか、うん、パソコンもそうだよね、うん、ある種ね、はい、うん、固定観念を覆した、うん、そういうパソコンっていう機械だけどもさ、うん、やっぱああいうこともやっぱこう電気で走るなんていうのも、うん、普通だったら固定観念でね考えるとなかったのかもわからないけども、うん、やっぱこう変えていくことにこうおいてはさ、やっぱそういう固定観念はいらないよね、先入観とか。ですよね。あと周りから何をそれで言われてもブレない自分っていうものを持ってるっていう、それがね大人がブレさすんだよ子供に。いや分かりますよ、子供はね俺はね発想の天才だと思ってるわけ、はい、で子供と話すと時々ドキッとするところがあって、うん、それはどういうことかというと、なんか大人が絶対考えないようなことを考える時があるんだよね、うん、はい、で言ってくる時がこれはなんでできないのか、そんなもんできるわけないじゃんっていうのが大人の答えなんだけど、はい、ちょっと深く考えるとさ、あ、こんなのができたら楽しいねっていうのは、うん、子供はね本当に考える天才だと思う。そうです、そういう時を、うん、そういう感じる時がある、うんうん、でも潰してるのは大人だな、まあ、周りの。そうです、ね、まあ、例えばサッカーの競技、野球の競技だってそうだよ、必ず怒られるという、ね、はい、怒られるからこうやるという、うんね、それはもう固定観念に縛られた野球、うん、サッカーでしかないということで、うんうん、だからもっと大きく伸ばすにはやっぱそういう固定観念を取っ払って、はい、大谷みたいになる、うんうん、ね、ダルビッシュみたいになる、まあ、そういうことだろうなと思うけどね。そうですよね、我々こう教える大人というか教育者の立場からしても、何かこうね伸びていくような育て方というか教え方っていうか、そういうことですよね。でもそれができないんだよ最近ね、コンプラとか毎回一動画で一回はコンプラ出てきますよね。昨日ね公園行ったんだよ、はいはい、で若手もお年寄りもいて、はいはい、若手に聞いたんだよ、うん、ね、最近コンプラとかどうのかなって怒られるのどうだって聞いたら、いやもっと怒られていいと思いますと、うん、遠慮してんだよ、だから大人が。そうだと思いますよ、今これだけ言われてるから。でも誰に言われるかだろうって言ったら、うん、そうですはっきり言ってたけど、誰難しい、嫌いなやつ言ったらもうコンプラとかパワハラに引っかかるようになって、そうですね、うわ難しい、いや難しいんだよ、はい、いやだからコミュニケーション大切だよねって、うん、でも挨拶しろって言ったらやめていくとだからもうどうよ、お手上げだよ、もう圧倒するしかない、もうその存在を圧倒して、いや行くしかない、威厳を持つしかない、うん、それかもう褒めるしかない、どっちかなんだ、もうね、難しい世界です。いや生きていくのも大変な、ね、時間、だから大谷みたいに圧倒する力があったらね、説得力増すんですよ、増すんだ、そうですよね、はい、まあ、今現在エンジェルスとドジャースは、ね、2対2で進行中なんですけれども、まあ、古巣相手にね先制ツーラン打ったこの試合、ドジャースがものにする、まあ、ベイツが骨折してから1番に入ってるけどね、そうなんですよ、はい、まあ、先頭打者ホームランも打ってるし、今年のね、もちろんホームランキングっていうのも、はい、そうだね、ね、楽しみにしたいなと。どうよ、一番のホームランキング独走してるって。ちょっと、かぁ、なぁ、普通じゃ4番ですよ。クリーンアップはちゃんとおるっていう。そうなんですよね。で一応リハビリ中だぞ、お前。出た、そう。いや、そう、肘のね、どうやねん。どこがリハビリやねん、もう。みじんもないですよね、そんなの。
ないですけども、でもね、うまい具合にまたね、この YouTube の動画を撮ってる時に大谷選手も打ってくれず、いや、ほとんど打ってるからな、まあ、そこにうちらがハマってるだけっていうね、まあ、そういう話もありますけれどもね、はい、また大谷選手のホームランが出次第、はい、動画で速報出していきます。